ほんまいわーやるっせ今年出生やそろそろこのコロナウイルスボコッとかねえと日本があちゃしちまうと思う今日この頃の俺で確かにパンデミックマジマンジのべあパンデミックマンジパンデミック知らない感じだいや感染症が国境を越えて止めらんねえっつうことだすごくない、うん、えなんでピンときてなかったそのマンジって何かなそっち、うん、そっちは分かんなかったの、うん、チャラのくせにお前パンデミックマンジのあのマンジの方分かんねえってちょっともうロックダウンしてえわ俺都市じゃねえからいやだからロックダウンって一定期間店舗とか外出を禁じて都市を封鎖するってことじゃないすごくない、まあ、なんか言葉むずすぎて頭オーバーシュートしそうなんだけど意味間違ってんじゃん嘘でしょいやお前オーバーヒートの使い方してっけどさオーバーシュートっていうのは爆発的に患者が増えるってことああそうなじゃあ俺間違いのクラスター状態じゃんクラスター状態合ってる合ってんのあ、これ合ってんだクラスターっていうのは感染の連鎖でできてしまった感染者集団って意味だからそういう意味では今のお前だいぶ間違い連鎖してたよお前すごくねコロナの知識ロックダウンしてんじゃん話聞いてたいやだからロックダウンっつうのは一定期間ダメだめんどくせえやろなんでもいいもうなんでもいいですとにかく日本がやばいってことだよね、うん、クラブとかももう行けないってことでしょいやマジクラブとかありえんティーバック出たティーバックいやクイーンじゃねえわよいやあんなところマジ3密のフェス状態だから3密、うん、密室密接ミッツマングローブ間違ってんだい多分だけど密集じゃないマングローブさん関係ないでしょとにかく人が集まってるとこは危ねえってことあーでもねコロナウイルスの飛沫感染っていうのは、ね、換気の行き届いたところなら2メートルが限界って言われてるんだよじゃあ湿気のある密室だったら無限終わったじゃんもうクラブとかカラオケとか飲み屋とか居酒屋とかもう自殺しに行ってるようなもんじゃんでもみんなはこの世よりあの世の方が絶対楽しいじゃんって思って遊び行っちゃってます嘘でしょマジ僕は大切な人たちを残して死にたくありません絶対家にいますそして俺らは令和の芸人として新しい財満の形を提示していくことに決めるんだよ受けなくないこの距離でも財満受けないでしょ感染してまで受けたいんですかいやまあそれはさそして一世代あたり2枚で本当に足りると思ってますか俺に言ったろうね何の話それサザエさん以下はもうおしまいですいや知らないのよ何の話してんのとにかく俺らはまたこの距離での財産をみんなに届けられたらぶち上がっちゃうよねって話よね Maybe そうよそうよ、うん、でもさ俺らは若者だからさ感染しても発症しなくねみたいなその意識の低さのせいで今世界では若者たちも天国ひょいやをしちゃってんだマジかよ、うん、あと34歳は別に若者ではない何なのお前それ言わなくてよくないあと34歳でクラブが生きがい、うん、それはもう三すぎ三すぎって何遅すぎ痛すぎキモすぎエゴすぎ四すぎじゃんね増えちゃってんじゃんそう感染者は今もなお増え続けてんの知らず知らずのうちに君たちはウイルスの運び屋となって誰かの大切な人を傷つけてる可能性ありけりこれを見てるあなたは大丈夫かもしれないけどあなたの大切な人は大丈夫じゃないかもしれないんだだからこそ今俺たちは全員感染してるという意識を持って行動することが大切なんだ黙れ大声は感染のリスク高めんで熱くなっちゃいましたなこいつマジでというわけで積極的に外に出てドアノブとかつり革とか触っちゃったてアラマネーでハグとかキスとか繰り返しちまおうぜいや全部逆今の全部逆ねあとマスクも絶対忘れんなよつかさこうマスク2枚の政治を批判できるほど若者って真剣に政治と向き合って参加してたかなこんな時だけわめいてんじゃねえよみんなそれぞれ考えて動いてて今は助け合って生きていくべきで敵はウイルスなの間違えてしまった誰かを攻撃している暇あるんだったら今できること誰かに伝えられることを考えて動こうぜエンモ急にエンモエモいけど急にどうしたいやだから結局今の日本っていうのはひらがなみたいなもんなんだ今の日本がひらがなどういうこと愛から始まるでしょおあとがヒュイゴーあっしゃー
さあ、というわけで、はい、今ね、コロナ漫才を終えたわけですけど。ですね、うん、いかがでしょう。いやー、まあ、笑いは少なかったまあまあ、どうしても。どうしてもね、情報とかを入れなきゃいけないから。まあまあまあ。そう、我々報道番組の MC やらせてもらってるんですね、うん、週1で。そうね。で、そのレギュラー番組で聞いた情報とか、気をつけなきゃいけないことみたいのを、ちょっと財難にして、お笑いファンたちと、あと兼近の顔ファンに考えたらいいなみたいなそうね感じでやってみましたけど、いまいちなんかこうニュースで流れてくる言葉が分かりづらかったりとかさ、うん、そこが若者たちに届いてなかった。そうですね。でそれを伝えられる術が何がいいかって、やっぱり俺らだったら財満になるのかな。そうですね。だから根本に帰るというそうね、もともとそういう芸をやってる人たちですから。 EXIT 何やってんだみたいな、歌手なのかみたいな、インスタグラマーなのか、YouTuber なのかみたいな、何作ってんぞみたいな。そうそうそう、デザイナーなのみたいな、プロデューサーでもあるし、だからなんだこいつらってドキーン、やっぱ財満かなって。結局ね、俺らの軸はやっぱ財満。そうですね。まあだからね、うん、そう、財満で伝えられて、うん、ちょっと面白おかしく見れたらなと思ったけど、うん、面白の部分が 0.5 割ぐらい。情報が硬そう。長いからね、そういうね、しょうがないです。まあでも、うん、まあ俺らはこう作ること、発信することが仕事なんで。そういうことですね。あとはお前らがこれをバズらせていく。失礼なこと言うの。あなた様が結構いつも勘違いかもしれない。俺ちょっと憧れてて言っちゃったんだよ。いきなり注意されたからびっくりした。ダメでしょ、失礼すぎる。あ、そうなの。てめえらちゃんとやれよ。一緒じゃん。てめえら回せよ、ちゃんと動画ね、回してくれたら。だから、うん、主婦の方とかね、年上の方とかいたら、娘さんとか息子さんとかに、うんうん、ちょっとこれ見て面白いよって言って、うん、若者に注意喚起させるとか。逆にね、スーパーとかパチンコとかで遊びに行っちゃう、うん、お母さん方に娘から、うんうん、ちょっと待って、イグジットって知ってる、こういう漫才やってんだよって言って見せて、うん、ちょっと注意喚起にもなる、うん、でいろんな使い方できるんで、うん、だから私今何してあげたらいいんだろう、何ができるんだろうって思ってる人たちいっぱいいると思う、うん、この漫才を見せるだけで意味になる。最高の漫才です。エモくない。だからさ、逆にもう政府がさ、これ取り入れてさ、あ、じゃあ政府から金もらおうぜ。そうそうそう、根こそぎ持っていくわ。マスク配ってる金のちょっともらおうぜ。お前否定して肯定してたよ。それ全部凛太郎さんの台本通り。いや、ちげえし、全く俺の意思ない。いや、俺のやつはもう勘違いしないで。俺の情報しか入ってない。いや、皆さん勘違いしない。全部俺、お前ふざけんな。やらされてます。操られてるんで。今喋ってる言葉だって全部さっき覚えさせられて。まあ、完璧通りに読めよ。すいません、失礼します。凛太郎様のおかげで今の僕がいます。いや、そんなこと言わせないでしょ。まあまあまあ、でもね、はい、だから、うん、その若者が行きそうなとこあるじゃん。てか今外出しちゃ しちゃうとこ、はいはいはい、居酒屋とクラブとか。そうですね。パチンコ屋、あそ、あとタピオカ屋、タピオカ屋で、そこでこの動画を流してた。ああ、暇愛していたらね。例えば店長で店はやらなきゃいけない、どうしても生活のために国から補助が出るわけじゃないから、店はやらなきゃいけないけども注意喚起はしたいみたいな、こうね、狭間で戦っている大人たちもいるはずなんです、生活のために。だそういう人たちをね、流してもらう。そうね、もちろんそのマージンはもらえます。ただじゃないんで、出演料として流しましたよって一応くださいね、連絡だけは。いらないでしょ、ね、ハッシュタグイグジット兼近。いや、こっちが。まあ一応拡散してくれるっていうのがね、うん、我々にとっての報酬だと思います。やめないの。はい、お金興味ないでしょ。拡散が報酬、うん、お金はいらないけど、うん、広めてくれるっていうことが僕らにとっての報酬として受け取りますので、うん、あ、そうだね、はい、バシバシ皆さん、まあ、間違ってる知識とかあったら送ってください。あ、そうね、コメントとか。俺らもそのニュースで、うん、ニュース番組の中で知り得た情報を書いてるだけなんで、医学的な根拠とか知らないんで、そこ突っ込まれてもマジどうしようもないですわ。やめてくれよ、これ間違えてますよ、はい、間違えた情報を拡散するのやめてください。本当にやめてください。そういうのやめて。マジで間違いを指摘することは違うっていうね。うん、そう、ね、そう、そう、優しく言ってくれたらさ、はい、ああ違ったんだって分かるからさ、意地悪はしないで、うん、とにかく皆さんマスクをつけて、不要不急の外出を控えて、このピンチを乗り越えましょうか。耳にイカができるほど言ってきてますけど、オクトパス、オクトパス、よいしょ。頼むわ、よろしくお願いします。
というわけで、チャンネル登録しくよろよろ頼む。チャンネル登録しくよろよろ頼む。いや、ホームページじゃやばいじゃん。大切なことだから2回言わせて。いいねボタンも押してください。いいねボタンも押してください。以上、イグジットチャンネルでした。以上、イグジットチャンネルでした。うぜぇこいつ、うぜぇこいつ。そう、それは言うと、トンポン言わないかい。お疲れした。お疲れした。お疲れして。いや、いいっすね。めちゃくちゃ笑ってんじゃん、お前ら。いいっすね。あ、これ買ってくれたんですね、ピンタさん。ライブ、はい、会いましたよ、ちゃんと。ありがとうございます。これから YouTube 部屋も作るんで待っててください。はい、ありがとうございます。付き合うためじゃなく